それではここですね、次に行列の席の結合法則について説明したいと思います。これは教科書の22ページで、これも教科書の中でも大事な定理ですので、定理 1.2 という形で書かれております。A を M 行 N 列の行列、それから B を N 行 N 列の行列、 C を L 行 R 列の行列とするときに、行列の積に関して結合法則が成り立ちますと。すなわち、A をと B を先にかけてから C をかけてもかけたのと、あと B と C を先にかけてから A を左側かけたものというのは等しいと。つまり行列が並んでいて掛け算がちゃんとできるような状態であっていれば、その行列の掛け算というのはその掛ける順番によらないということを言っているわけですね。で、こういう性質が成り立ちます。で、その証明ですね、数学ですのでその証明をやらなきゃ、いかんということなんですが、一応そういう証明を説明するのはこの講義の目的の一つであるんですけれども、証明するときにですね、いきなり M 行 N 列でやるっていうのは結構初めて証明をするときには結構難しいかもしれないですよね。で、そういうときにどういうふうにやるかっていうと、一つのやり方としてはもう少し手頃な例題を考えるっていうことをやります。これは我々プロの数学者でもやります。いきなり M 行 N 列でやっぱりパッと思いつく人はいいんですけど、なかなか頭に入ってこないということがありますから、そういう時にはより優しい例題で、あ、こういうこと成り立つんだなって確かめて、だんだん頭を慣らしていって一般化していくということをやってますので、皆さんも数学の本を読む時にですね、多分この教科書の証明っていきなりこう M 行 N 列で証明してんですね。でシグマの記号がいっぱい出てきて、なんじゃこりゃって感じになるじゃないですか。でそういう時にはまずM 行 N 列だとちょっと難しいから、まず3行3列ぐらいでやってみましょうと。で、まず3行3列ぐらいで手を動かしてやってみると。でとりあえず自分で計算してみて、あ、なんかうまくいくんだなってことを確かめるんですね。で手を動かしていればだんだんそのどういうことが起こっているのか、この掛け算の中で起こっているのかっていうのは分かってくると思いますので、ぜひ皆さんにもですね、一般的な例で難しい場合には優しい例で試してみるということから始めることをお勧めいたします。ということで、この授業でも A と B と C がすべて 3×3 の正方行列の場合をでちょっと説明をしていきたいと思います。ところで、A と B と C というのはすべてこういう形のですね、A の ij とか B の ij とか C の ij という成分で表すことにします。で、示したいことはですね、この、もうちょっと定理の主張に戻ると、A と B を先にかけてから、それと C をかけた場合の成分と、逆にその B と C を先にかけてから、それに A をかけた場合の成分が等しくなることを示したいんですね。ですので、ちょっと面倒かもしれませんけど、その一個一個の成分をちゃんと計算してみます。そのためにまず A×B×C のこの IT 成分っていうのを求めることにします。で、その際に今はこの AB というのがすでに掛け算が終わった一つの行列と思って、 AB の何かの成分と C の何かの成分をまあ掛けますよということで、その積の公式、乗算の公式っていうのは先ほどやったわけですね。ちょっと戻りますと、この公式ですね、こういうふうにこう A の成分と B の成分をかけますよっていうふうにやったんですけれども、今はここの A の I1 とか A の I2 ってところにこれ A×B の I1 成分、 A×B の I2 成分っていうのが入ってくることで掛け算をやるというふうに思ってるわけです。で、ここでですね、その A×B の IK 成分っていう記号がないんですよね。IA の IK 成分だったら小文字の A に IK というふうに書いたんですけれども、 A×B の IK 成分って記号がないので、ここで作ってしまいます。小文字で AB って書いて下に IK って書いたら、この A×B という行列の IK 成分だと思ってください。一応ちょっと記号を作ってみました。
で、同じようにこの A×B カッコ C の IT7 という記号もないので、これも作ってみました。これもちょっと紛らわしいですけど、小文字で A×B のカッコ C の IT って書いたら、この 最終的な結果のこの行列の IT7 だと思ってください。あと BC ですね、 BC の B×C という行列の IK7 についても、小文字で BC って書いて、下の方に IK というふうに書きます。こういうふうに書きますので、その行列のことを表しているのか、あるいは行列の成分のことを表しているのかというのを区別してください。で、ここでまず、じゃあこの A×B 括弧閉じの C の IT 成分を、まあ、求めたいわけですね。求めてみるというわけですね。で、それはどうするかっていう と行列の掛け算の定義から言えば、これ A×B の何かの成分と C の何かの成分のをかけて和を取ったという形になるはずです。で、具体的にはこういう形ですね。A×B の IK 成分と C の KT 成分の積の和を取れば、この A×B と ×C の IT 成分になるということなんで、これいいですかね、この記号、A×B の行列の IK 成分っていうのをちょっと気をつけてください。で、行列 C の KT 成分っていうのを、かけて和を取るっていうふうに、こう行列の積の定義からこう書き出すわけです。そうすると、まずこれが、A×B の I1 成分と C の 1T 成分とか、こういう成分の積の和になります。まずこういう展開をしておくと。で、次にですね、そのじゃあここにですね、行列 AB の I1 成分とか行列 AB の I2 成分とか行列 AB の I3 成分というのが出てきたので、これもやっぱり行列の積の定義に沿ってこう書き下すんですね。どう書き下すかっていうと、行列 A、これ A×B の IK 成分ですから、行列 A×B の IK 成分っていうのは定義から、行列 A の I1 成分と B の IK 成分、行列 A の I2 成分と B の 2K 成分の積、I2 成分か、の積っていうふうにこう展開できます。で、そので、この行列 AB の IK 成分っていうのはこういう形に展開できますので、これをですね、この上のAB の I1 成分とか AB の I2 成分とか AB の I3 成分にこれ全部代入するんですね。そうすると最終的にこういうガーッという形ですね、この AB×C の IT 成分というのはこういう形に展開されます。ザーッと展開されて、で、まあ、最後こういう式になるわけですね。この最後の3行がこういう式になっております。これがその展開された式です。まあ、とりあえずちょっと今なかなか追いかけるの大変だと思うので、とりあえず展開するとこうなるぐらいに思っておいてください。で、後から自分で復習の時にこう式の展開をかけてもらえればいいとかと思います。で、この展開した式よく見るとですね、実はこんなふうにまとめることができるんですね。A の I1 かけるこれ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 っていう成分が出てきていて、それから A の I2 かけるこれ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 っていうのが出てきて、A の I3 かけるこれこれ足すこれこれ足すこれこれというのが出てくるわけです。で、よく見ると、じゃあここの部分というのはこの3つ、例えばこの3つですね、この3つは A の I1 かける B の 11、C の 1T プラス B の 12 プラス C かける C の 2T プラス B の 13 かける C の 3T というふうにこうまとめることができるんですけども、実はこの赤でまとめた部分ってよく見るとこれ B かける C っていう行列の 1T 成分だっていうふうに気づくんですよね。どうやって気づくかって、このインデックスの付け方です。行列の積を何度も見てですね、何度も書いてこのインデックスの付け方に慣れると、あ、これ実は BC の HT 成分だなというふうに気づくんですね。で、同じようにしてこの、まあ、次の赤い箱は BC の 2T 成分だって気がついて、で、最後の箱はこれ BC の 3T 成分だというふうに気がつきます。そうするとここを少しまとめて書くとですね、こんなふうに A の I1 かける BC の 1T プラス A の I2 かける BC の 2T プラス A の I3 かける BC の 3T っていうふうにこうまとめることができるんですね。で、これもよく見てみると、あ、これって実はこれ間違ってですね、ごめんなさい、 A かける BC ですね、すみません、 A かける BC の IT 成分になってるなっていうふうに気がつくわけです。で、これでまとめると、実はこれは A×BC の IT 成分だったんですよっていうことになりまして、で、結局
その AB×C の IT 成分をバーッと展開して、で項をうまくまとめると、あの A×BC の IT 成分に等しいことが分かるっていう仕組みなんですね。というわけで、あの計算はまあかなり、この段階でこうたあのげんなりしそうな感じだとは思うんですけれども、でも基本的に数学ってこうやって一つ一つの細かい部分まで分かれていくと、分けていくと、ちゃんとそのいろんな規則に従ってゴールが見えてくるという形になってます。ですので、まず数学でこういろんなことを示すには、まあ、いろんな方法ありますけれども、こういう地道に示す方法もあるんだってことは知っておいてもらいたいと思います。エレガントな方法っていうのはまあ、すごいひらめきがないとできないので、誰でもできるってわけではないんですけれども、定義に従ってちゃんと書き出すってことは多分やる気があれば誰でもできるってことだと思うんですね。まあ、やる気があるかどうかというのは問題だと思うんですけれども、まあ、なるべくそういう意味ではまあ、皆さんのやる気がまあ、結果につながるようにはしたいと思います。まあ、だんだんこうやって大学のっぽい数学に入っていくんで、よろしくお願いします。はい、ということで、AB×C の IT 成分は A×BC の IT 成分に等しいので、この結合法則が成り立つということで、まあ、証明が完了ということになります。一応ですね、これはあくまでも 3×3 の例ですので、一般の行列、行と列に関しては、まあ、教科書の証明の通りですから、まあ、まずはこの 3×3 の定理でこう感覚をつかんでもらって、まあ、一般の例に進んでもらうのがよろしいかと思います。ここまででしょうか。はい。それから、次はですね、教科書23ページの行列の分配法則ですね。これは、まあ、A を MN 行列、B を NL 行列、D を LT 行列とするときに、行列の分配ができますよと。だから、A×B+C というのが AB プラス AC になるし、それから B+C×D が BD+CD に等しいですという性質になります。で、これもですね、証明の仕方をちょっと紹介しますけれども、まあ、これは先ほどとは異なって、一応一般の行列で一応証明できそうなのでちょっとやってみましょう。と同じようにやっぱりこの A×B+C の IK 成分をまあ求めてみましょうってことをやるんですけれども、これをやっぱり記号がないので、A×B+C の IK 成分をこの小文字の A×B+C の IK というふうに表します。それからあと B+C の JK 成分もこれ記号がないので、小文字の B+C の JK って表します。で、まず A×B+C の IK 成分っていうのは、これも行列の積の定義から A の IJ 成分と B+C の JK 成分の積の和です、形で表されるわけですね。でこれも展開するんですけれども、実はここで使えるのは B+C の JK 成分っていうのは、これ行列の足し算ですから、これ行列 B の JK の成分と C の JK の成分の和に等しいっていうまあ、ルールが使えるんですね。ですので、まずAI なんだ、この A×B+C の IK 成分っていうのが、この A の IJ と B+C の JK 成分に分かれてるんですけど、ここ B+C の JK 成分は B の JK 成分と C の JK 成分の和になりますよと。でここで実は次数の分配法則っていうのが使えて、これって実は A×B+C って AB+AC ですよね。でここで分けると、ここで分けるとこんなふうに分けることができる。で実はこの分かれたものっていうのがそれぞれ別の行列の積になっていまして、前半の方は A×B、 後半の方は A×C っていう形で、この分配法則が成り立つということが分かるようになります。で、まあ、これは多分丁寧にこの計算の過程を追っていけば多分
分かると思いますので、後でちょっとやってみてください。それからこちら後半の方もですね、同じように計算の過程を追っていけば示せると思います。ちょっと時間の都合でここは先に進みます。